ずっと夜中にうるさい時とね、うん、昼間うるさい時とあって、うん、夜中の時はね、なんかやっぱ昔のなんとかちゃんがどうのこうのって、うんうん、まあ俺も知らない名前のあれを言ってて、でまあ適当に俺もうるせえからさ、うん、寝てほしいからさ、うん、あそうよかったねっつって、うんうん、よかったよね、うん、とかってよかったね、ねえいいよね、はあ、よかったね、今日は今日はよかったね、よかったよかった、ああああ、まあ、よかったね、ああそうだよね、よかったでしょ、ああみたいな、しつこいわってそういうのあったね。でもさ、なんでお前はさ、そのいつもうるさいっていう目にあってるのか不思議だよね。鳥がうるさいとか、うん、社長が酔っ払ってきてうるさいとか、うん、あと猫が最近ニャーが鳴くとか、うん、なんだろうね、お前は俺は静かお前はね、静かにしてるじゃない普段、まあその番組とか別としてね、うん、静かにしてると周りがやーみたいなそうやーみたいな感じじゃない。だからそれバチが当たってんだ普段番組でやってることバチが当たってんだ、ね、規制を発するみたいな感じ雰囲気本当に笑っちゃう時あるからね。鳥と社長がうるさいネタ作りしてて、ね、俺らも夜中さ明日ライブだっつってネタ作りしててさね、どもどーんとした空気の中こうシーンとしてこうやってる時にさ突然酔っ払って社長が帰ってきてあーりゃーあーりゃーってさ同じように鳥がさあーりゃー夜中の3時とかギャーって始まる時とかもう本当なんだろうこれっていう、もう神様はなんでこんなことこんなことさせんだ、この夜によってネタ作り、そうあれなんだろうね、不思議だよね。だって普通日常であんなに家がうるさいみたいな状況ってまずないからね、ないじゃん普通そんな。それが一番静かにしたい夜中とかに起きるわけね。だ絶対そうだよ、お前が俺が普段やってることが帰ってきてる、帰ってきてるんだよね。ね